はい、ラステーション来ました。盗賊の宝、エクトワールの言葉を信じ荒野を探してさまよう一行、するとダンジョンの中で変な盗賊に絡まれる羽目に。よし、ダンジョン、伝説の武器があるかもしれない荒野へと続く洞窟、ここでも多くのモンスターが行く手を阻む。イーソンさんの話だと確かラステーションは荒野だって言ってたです。アバウトな情報だったから肯定しようがないけど、適当にぶらついて運を天に任せた結果なんだし、とりあえずこの辺で探してみましょう。で、ん？トレジャーもないのかな。最近お宝探すわよ。あるか。あれもしかして入り口の方、そんなことある。ここにはどんなアイテムがあるのかしら。ああ、なことないですね。敵はどんなもんかな。ここは、宝が。経験値少なそうだね。なんか BGM、これが一番好きかもしれない。そこ！これ、すごいんだよ！またまた私たちの大勝利ね。そろそろ。いや、今日ね、あれですね、ぶっ続けで、まあ、基本的に大体、ぶっ続けで撮ってるんですけど、アイテムゲット！かなりを久しぶりに、なんて言ったっけ、最初っていうか。まあ、一応十数年ぶりにお酒をね、飲んだ、ですけども、もう、結構時間経つんですけど、未だになんか狙い撃つぜ。そこ、なんかね、まあとりあえず、単刀直入に言うと、食欲がないですね。っていうか今の敵弱かったな。経験値も10とかだったな。とりあえず、どっちだろう。上かし、右下か。これも敵、あれやるか。モンスターコールで、あ、なんか真ん中のやつ強そうだな。アイテム、アイテム。なんて名前だ。叩き切るよ。逃がさないよ。変身してと。で、この状態で。強いですね。全く同じ敵だ。標準をこれに定めて。あと1、2回かな。
なんか別のモンスターみたい。いや、同じですね。確実に仕留める。狙いは完璧よ。みんな、立ったわよ。さて、探索しますか。多分ダンジョンだからボスはいると思うんですけど、とりあえずこの辺りで。ここにはどんなアイテムがあるのかしら。あっちか。多分大したものではないと思うんですよね。さて、お宝探すわよ。あっち、あっちか。じゃあ、あそこかな、おっと、見逃すとこだった。アイテムゲット。広いな。あー、そこか、降りないといけないのか。あれあれあれ、行方不明。どの辺だっけ、この辺だっけ。ここにはどんなアイテムがあるのかしら。あ、そこか。ここにはどんなアイテムがあるのかしら。あ、これだったらまあスルーしてもよかったかなっていう感じですけど、どこで使おうかな。このあたりで使っとく。戦う準備はいいですか。見かけ倒しの呼吸だしね。ちょっとやばかった。2、3、4。で、これに変えて。狙いは完璧よ。願いといて。間違えたかな。倒せる、あれ、右じゃない、左のやつ倒せた。確実に仕留める。当てます。いや、もう今夜なんですけど、今日何も食べてないな。お腹空かないな。願いといて。当てます。あれ、失敗して。今狙いは完璧よ。当てます。たまになんか失敗。私たちパーティーの勝利よ。はい、前も言ったかもしれないんですけど、多分ストーリーに関係してくるダンジョンはそんなに、その、なんだろう、大したものはない気がするんですよね。だからスルーしてもいいかなと思うんですけど、やっぱりなんか、取っちゃいますね。で、こっちでいいのかな？多分こっちですね。うん。お嬢さんたち、何しにここへ来たんだい。まさか
僕ちんのお宝を盗もうっての？これあのグラフィックじゃないや、あのなんだっけ、あの言葉が出てこない、あの あそこのあのリーンボックスでいたあのなんか殺された人にそっくりだなっていうか同じですよね。あ、シルエットだ、シルエット。あなたお宝持ってるの？あ、でもそれまさかお宝画像とかじゃないよね。うん、言葉がね、ほんと出てこなくて、やっぱね、年を感じますね。うん、シルエットです、シルエット。うん。お宝画像とかじゃないよね。ふん、僕ちんがそんな悪趣味な男だとでも。その画像って、ものじゃないよね。多分データ的なもんだよね。趣味って、別に私、お宝画像って嫌いじゃないけどね。どうやら僕ちんとは話が合わなそうだね。悪いけどお嬢さんたち、ここで死んでもらうよ。実は僕ちんのお宝の中には、こんな便利なものもあるんだよね。モンスターが出てくるんでしょ、このディスク。それ下手したら自分もやられたりしちゃうんじゃないのかな。マジコンヌさんのモンスターのディスクです。まだ残ってたですか？まずいですよ。早く壊すか捨てるかしてほしいです。どうしてさ、これを使うとブブーってモンスターが出てきて僕ちんを守ってくれるんだろ。多分勘違いしてますね。アホね。ランプの魔人か何かと勘違いしてるんじゃない？巻き込まれたって知らないから。で、ああ、もうモンスターを読み出したと。読み出したと。なんだ、ホワイトドラゴンとか。当たってたらすごい。ああ、違った。あ、間違えた。なんかあまり強くない気がするな。この剣に遅い。情けその間合いも私のものよ。くらえ。やう。そんなに強くないと思う。仕留めるわ。ただ攻撃もしかしたら強いかもしれないな。狙った獲物は逃がさない。一応防御しとくか。あ、毒になった。毒か。あ、どうして今頭の中が空っぽになってるな。発射です。それ。ここはもう防御でいいや。もっともっと攻撃するです。この剣。多分ガードブレイク。あれ今なんか。行きます。うん、ガードブレイクなった。これで叩き込めるだけ叩き込む。この剣にもう一撃できる。もう半分削りましたね。遊びミスってる。叩き込めるだけ叩き込む。遅い。これで少し叩き込めるだけ叩き込む。じゃ防御しよっか。この攻撃が見切れる？少しちょ終わりだと思った？残念。明快に落としたい。よし、乗ってきた。当たってくださいです。よく味わうです。あ、これ消そうですね。これにでいけるかな。当てます。あれ、なんか途切れたな。
行きます。遅い。ガードブレイク発動したけども倒したので、なんか連打しすぎるとあまり良くないのかな。私だってやるときはやるっての。あの強そうなのをあっという間に倒しちゃうなんて。お嬢さんたち、少し見直して。ねえねえ、見直してくれたのはいいんだけどさ、ここに古の英雄の武器ってない？唐突に聞いてくるね、お嬢さんは。しかし、古の英雄の武器なら持っているよ。僕ちんのお宝がそれさ、見たまえ。それをください。これがその英雄マウスロープの組織居住さ。といってもその重波のパーツだけどね。またあれか、パーツを集める感じか。で、英雄マウスロープ。英雄マウスロープの組織居住？なんかすごい名前だね。でもイーソンの言ってた通りみたい。重波ってのは銃のグリップのことね。これもらえない？どうしても英雄の武器を完成させなきゃいけないの。銃のグリップ、持つところか。てか銃を持ったことがないからわからないけど、多分そうなんでしょうね。2つの銃口から発射される弾丸はまるで獣の咆哮。女神との戦いでその突破口を開いたのがこの組織巨獣だと言われている。なんか詳しいですね。せっかく見つけたお宝だったけど、この組織巨獣はより強いものが持つべきかもね。ぜひ持って行ってくれよ。あ、話が分かりますね。はい、組織巨獣のグリップを入手した。いいですか？せっかくの宝物なのに。ありがとうです。頑張ってここまで来た甲斐があったです。この葬式居住の他のパーツについては何か知らない？英雄マウスロープは旧教会にその信者が多い。旧教会に関連する場所にならひょっとして見つかるかもしれないね。旧教会、それはもう廃墟になってるっていうことかな。じゃあ、情報収集でやって、これなんだ。あ、ブラックアートのブローカー。そうか、別の大陸だから、あるのか。剣の手入れは怠らずに毎日しているの。当たり前のことなんだけど、大切よね。はい、では、教員関係者が元の都心部へ戻り、人気がないはずの教会に人の姿が。久々に立ち寄ったネプテューヌたちが見た旧教会の意外な扱われ方。多分イベントですね、これは。はい。あ、前来たところか。あ？なんだね、君たちは。何か用かい？失業者。ああ、なんかお仲間みたいな感じの人がいた。あの、おじさんたちはここで何をやってるの？待って、タチって他にもいるの？ああ、ここは旧教会の中に開設した派遣村でね。恥ずかしながら我々仕事に敗れた者たちを教会が救済するために作ってくれたのさ。なんか現実にも戻される感じがして嫌だな。ラステーションがそんなことになってるんだ。ところでマウスロープって名前知ってる？うん、本当にところでだな。ああ、旧教会の英雄のことだよね。今でこそ忘れられた存在だけど、彼がいなかったら今のラステーションはなかったさ。マウスロープさんに
に関わる異物か何かここに残ってたりしないですか？例えば古い大きな銃とか。古い大きな銃か。そういえばちょっと待っててくれ。おじさんって言ったけど声若い感じがするな。竹村を開設するときに旧教会のものをいろいろ整理したんだ。その中にこんなものがあったのを思い出してね。あ、いや、若くないですね、うん。何これ、これが巨大な銃とどう関係するの？鉄でできた巨大ヘチマじゃない。ヘチマな、なんか小学生の頃に育ってたな。ヘチマって鉄でできてるんですか？あなたたちはどんな目をしてるの？ほら、この穴は弾丸を込める穴で。なんか8つぐらい入るやつかよ。6つかわかんないけど。そうかな、見たことはないけど違うと思うな。まあ、愛ちゃんの言うなら一応もらっとくけど。おじさん、いい？ああ、もうすぐ処分されるものだったからね、構わないと思うよ。あ、それは危なかったですね。葬式居住のシリンダーを手に入手した。あ、シリンダーっていうのか、あれ。それから町の資材屋へ行けば君たちの持ち物が何なのか調べてくれると思うよ。じゃあ私はこれで。うん、失業者さんも頑張ってください。なるほど、おじさん仕事ないくせに頭いいね。いや、それは。それは少し失礼だと思うです。うん、コンパちゃんもたまに失礼なこと言うけどね。はいはいはい。ではえー、伝説の武器のパーツを持って資材屋を訪れたネプトゥーヌたち、遺体の知れないパーツを鑑定してもらうことに。はい、こんにちは。そして久しぶり。いやー、武器も防具も置いてないからあんまり用ないんだよね、ここ。あれ、来たことある、あったかな。来て第一声が用がないか。相変わらずみたいだな。それにしても急にどうした、サンバカトリオ。こっちも特にシアンから受けた注文はないぞ。うん、シアン様は よく覚えてるけど、あなたは覚えてないな。うわ、なんか呼び方が悪口にランクアップしてるよ。サンバカトリオじゃなくてトリオ芸人でしょ。どっちも呼ばれたくないわね。それよりこれが何なのか見てほしいの。私は銃のグリップとシリンダーだと思うんだけど。私は鉄のヘチマと呼んだけど、どう？ほう、これはかなりの難物だぞ。素材自体は今では珍しくないものだが、なかなかの年代ものだ。というよりほとんど異物レベルだな。だが多分言った通りグリップとシリンダーだろう。しかもこれはただの銃じゃなさそうだ。なんだっけ、マウスなんだっけ。こんなものを扱えるのはよほどの大男か伝説の英雄くらいなものさ。うん、その伝説の英雄のあのマウス。ちぇ、アイちゃんの当たりだね。なんで残念がるのよ、ここは喜ぶところでしょ。どうやらジョーちゃんたち、これが英雄マウスロープの葬式居住ってことを知ってるみたいだな。あ、そうか、マウスロープか、うん。え？おじさんも英雄の武器のことを知ってたですか？知ってるも何も、これが何だかわかるか？この2つのガラクタはただのガラクタじゃない。巨大なトリガーとハンマーだ。自分でガラクタって言ってるけどガラクタじゃないっていうね。トリガーとハンマー。ハンマー？
標識居住のハンマー、トリガー、トリガーってなんだっけ、押すとこだっけ、人差し指とかで。まさかそれも葬式居住のパーツ？もしやと思って大事に取ってあったんだが、大きさ的にもこのグリップとシリンダーにぴったりじゃないか。でもでも肝心の重心がなかったらわからなくない？銃について本当にわからないから、なんかパーツ言われても何が、あと足りない、重心って何、重心って。それならとっておきの話を教えよう。俺はこう見えても昔のことに興味があってな。まあでしょうね、うん、マウスロープってのはその時代の英雄の中でも新しい技術をいち早く取り入れた人物だった。先見の目があったんだな。俺はマウスロープは正しかったと思う。マウスロープがいなかったらかつての女神なんかと対等に争えなかったさ。マウスロープはさらに深海へ手を伸ばそうとして、その失敗から失脚してしまうが、その後は辺境の地で静かに暮らしたということだ。どこだっけ、なんか同じようなデジャブを見てますね。マウスロープは葬式居住を死ぬまで手元に置いていたらしい。ラステーションの大陸の辺境にな。知り合いの考古学者から聞いた話だ。時間があれば俺が行きたかったんだが、ジョーちゃんたちが見つけてくれれば俺も本望さ。大陸の辺境ですか。ネプネプ、でもこれは重大な情報ゲットです。そうみたいね。私の巨大ヘチマ説が破れたのは残念だけど、ま、行ってみますか。行ってみますか。うん、ちょっと疲れたな、さすがに。あれ、あ、そっか、まず情報収集で、なんか増えてるな。待って、この人はまだ生きてんのか。葬式居住の最後のパーツを求めて洞窟を訪れるネプテューンたち。すると彼女たちの前に現れたのは英雄の武器を守る一人の戦士。探索で。あった。ダンジョンか。ダンジョンっぽいな。一回切るか。